日本九州地方熊本県阿蘇郡南小国町、黒川温泉街、万願寺万願寺温泉南小国町は、熊本県阿蘇郡にある町。農林業を主産業とする。観光地として、黒川温泉などの温泉地や、熊本緑の百景第一位に選ばれた、瀬野本高原などがある。阿蘇北外林山外側の標高430メートルから945メートルの、 高原地帯で隣の小国町と共に小国橋と呼ばれる。東には九州本土の最高峰である大分県の九十山を望み、九州最大の河川、筑後川の源流域でもある。一部は阿蘇九十国立公園に属する。熊本県を大分県米、高齢地野菜、畜産などの農業及び小国杉、檜などの林業、温泉、アウトドアなどの観光が、 主な産業。2004年度町内総生産170億円。高菜漬け、椎茸、舞茸、ジャージー牛乳などが特産品。小中学校町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を使用する場合の最寄り駅は JR 九州豊肥本線麻生駅。一般国道主要地報道、一般県道飲食による観光振興を目的に、 南小国町の飲食店7店舗で始まった訪問客に昼食を少しずつ食べ歩いてもらうという取り組み。小分けランチ手形を1500円で購入することで加盟店舗のうち任意に選んだ3件で通常のメニューにはない量が少なめなランチを食べることができる。黒川温泉を有する南小国町が始めた。阿蘇の赤牛丼や蕎麦街道の蕎麦といった 郷土色豊かなものだけでなく、ラーメンや唐揚げといった、地元住民が通う店も参画している。また、2015年2月からは、黒川温泉の飲食店もこの取り組みに参画し、店舗数が14店舗に拡大している。南小国町は、熊本県のブランド牛として知られる赤牛を使用した、赤牛丼の普及に、積極的である。ありがとうございます。